私はとても厳格で厳しい両親に育てられた。小さい頃から礼儀作法にうるさく、教育にも熱心だった両親は、幼い私にも容赦なく将来のためといって、遊びより勉強を優先させ、子供らしい遊びもなかなかさせてくれなかった。そんな中、年の離れた姉はいつも私の味方で、私にとってほっとできる癒しの存在だった。私より11歳年上の姉は当時高校生で、厳しい両親の目を盗んでは私にこっそりお菓子をくれたり、私が好きなキャラクターのガチャガチャを買ってきては一緒に遊んでくれた。さやはまだ5歳なんだからおもちゃだって欲しいよね。お勉強ばっかりだと息が詰まっちゃうしさ。お姉ちゃんはさやの味方だよ。そう言って姉は私をぎゅっと抱きしめてくれた。高校生だった姉は両親に対しては反抗的だったが、私にだけは優しかった。しかし姉は社会人になると両親とさらに険悪になり、ある日の大喧嘩をきっかけに家を出て行ってしまったのだ。両親は自分たちから謝ることなど絶対にしない人たちだったので、私が何とか引き止めなければと荷物をまとめる姉を説得しようと試みたが、姉はなんだかいつもと様子が違い、私の言葉も耳に入らない様子で荷造りする手を止めなかった。お姉ちゃん、行かないで。私のこと置いていかないでよ。お姉ちゃんがいなくなったら、私相談できる人がいなくなっちゃうよ。ねえ、お願い、行かないで。姉は私の訴えを苦渋の表情で聞いていたが、さや、ごめんね。今回だけはダメなんだ。お姉ちゃん出ていくよ。本当にごめん。決意した様子の姉は、自分が大切にしていた綺麗なネックレスを私に優しくかけて、これあげる。大事にしてね。そう言って家を出て行った。それから数年経っても姉との連絡は途絶えたままだった。その頃私は6年生だったが、当時はまだ子供が携帯を持つのが一般的ではなかったので、私が自分の方から姉と連絡することもできず、いつか両親と姉が和解して仲良くなれるように祈ることくらいしかできなかった。姉が出て行ったことで両親の私への期待は強まり、私は以前にも増してプレッシャーの多い日々を過ごしていた。それから2年ほど経ったある日のことだ。夫婦で出かけていた両親が帰り道に事故に巻き込まれ、亡くなってしまったのだ。当時中学2年生だった私は、音信不通の姉のほかに頼れる身内はなく、両親の死を受け入れる間もないまま、自分の身の置き場を考えなければいけないという現実に打ちのめされていた。さすがに今回ばかりは姉も駆けつけてくれるだろうと淡い期待を抱いていたが、姉が私の前に現れることはなかった。これから先私は天涯孤独だと絶望していた時だった。見たことのない若い男性が喪服を着て現れたのだ。その場にいた大人たちは男性と何やら話すと、驚いたような顔で私のところに駆け寄ってきてこう言った。さやちゃん、あの人ね、お姉さんの旦那さんですって。ちょっとこっちに来て一緒に話してもらえるかしら。私は状況が理解できず、言われるがままその男性の前に連れて行かれた。男性は背が高く細身で穏やかな雰囲気の人だった。君がさやちゃん？はじめまして、今村です。不信感むき出しだった私に優しく話しかけてくれた。お姉ちゃんの旦那さんなんですか？うん、そうだよ。お姉ちゃんはどこですか？一緒に来てないんですか？今村さんは私の質問を聞いて、悲しそうな顔でこう言った。両親が亡くなったばかりなのに、こんな話はしたくないんだけど、綾は半年前に亡くなったんだ。
私は予想もしていなかったこの男性の言葉に悲しみを通り越して絶句した。あの姉が亡くなったなんて絶対に信じたくなかった。初対面の兄に私は思わず詰め寄った。嘘だ、お姉ちゃんきっとお父さんたちのことまだ怒ってて、お葬式にも来たくないからそんな嘘ついてるんでしょ。私そんなの信じないよ。お姉ちゃんが私に何にも言わずに死んじゃうわけないもん。ね、そうだよね。兄は私にそう言われるのを予測していたかのように落ち着いた様子で答えた。僕だって嘘だと言いたいよ。だけど本当のことなんだ。今日ここに来ることを僕はすごく悩んだんだ。さやちゃんに会ったらあやのことを話すことになる。そうしたらさやちゃんはきっとすごく傷つくだろうって何度も考えたんだ。だけどあやが亡くなる前に自分に何かあったら妹のことを頼むとずっと言われていてね。あやとの約束を果たすためにはすぐにさやちゃんのところに行って守らないといけないって、そう思ったんだ。余計なことだったとしたら本当に申し訳ない。私は兄の言葉を聞いて姉が亡くなったのが本当だと実感したのと同時に、兄が姉の思いを汲んで私に会いに来てくれたこともとてもよく理解できた。私はもう反論する気力もなく無言で席に座ると、兄は私の隣に座って、式が終わるまで静かに私を見守ってくれた。式が終わってからも私たちは会話もなく、ただ時間だけが過ぎていった。すると兄が沈黙を破り、はっきりとした口調で私に言った。さやちゃん、よかったら僕の家に来ないか。君はまだ中学生だし他に身寄りもない。これから一人で生きていくのは大変なことだと思う。アヤがもし生きていたら、きっと君を引き取って一緒に暮らすと思うんだ。それに、実は僕らには娘が一人いてね。私はびっくりして兄の顔を見つめた。娘？ってことは、お姉ちゃんママになってたの？兄は優しい笑顔でうなずいた。そうだよ、さやちゃんの姪っ子ってことになるよね。1歳半になったばかりの甘えん坊だよ。あやにそっくりでね、主張がはっきりしてる。お姉ちゃんの娘、私に姪っ子ができたんだ。私は兄のその一言で悲しみのどん底から少しだけ這い上がることができた。会ってみたいな、そのお姉ちゃんの娘に。私はとっさに兄にそうお願いしていた。うん、もちろんだよ。家に来て娘に会ってみて、それから一緒に住むかどうか考えてくれてもいいからね。兄はそう言うと、その週末の土曜日に一度みんなで会う約束をして帰っていった。両親のいない広い家で2日間過ごした私は、厳しかったけれど、私をいつも思ってくれていた両親の存在の大きさを再認識し、虚しい思いでいっぱいだった。それでも土曜の朝起きた時は、めいっ子に会える喜びの方が勝り、久々に少し気持ちも晴れて、私は予定より少しだけ早く家を出て兄の家に向かった。実家から兄の家までは最寄り駅から急行で30分ほどで、思っていたより姉は私たちの近くに住んでいた。駅に着くと兄が可愛い女の子と手をつなぎ、私のことを待ってくれていた。まだちょろちょろと走り危なっかしい姪っ子は、兄が私を指さすとニコニコと私に近づいてきた。驚いたことに、姪っ子の顔はアルバムの中の姉の幼少期に生き写しと言えるくらいそっくりだった。ミカ、このお姉ちゃんはね、ママの妹のさやちゃんだよ。ミカちゃんは兄の言葉にきょとんとした様子だったが、あまり人見知りしない性格なのか、私の手をぎゅっとつかんで、あっち
大通り沿いの公園を指さしていった。かわいい無邪気な笑顔に私は一瞬で虜になった。その日私たちは午前中いっぱい公園で遊び倒し、その後お昼を食べてから疲れて眠ったミカちゃんを抱え兄の家に戻った。ミカ、サヤちゃんのことすっかり気に入ったみたいだね。ずっと遊び相手してもらってありがとう。疲れたでしょう。兄は私に家を案内しながら姉との思い出話を話してくれた。私は兄と二人だけなら一緒に住むことは嫌だと思ったが、姪っ子も一緒ならばここで暮らしてもいいと気持ちは固まっていた。そしてそれから一週間後、私は兄の家に引っ越した。せっかく慣れた中学校を転校するのは悲しかったが、会えない距離じゃないので休日はまた会おうと友達とは笑顔で別れた。兄の家で暮らすようになり、私は昔姉がしてくれたように進んで姪っ子の世話をした。保育園も私の中学校の通学区間内だったので、仕事でお迎えがギリギリの兄に代わり、私が迎えに行くことも増え、姪っ子も私のことをすっかり家族だと認識して、いつもぴったりと私にくっついて離れなかった。そしてそれからあっという間に時間が過ぎて、最初は心配だった生活も穏やかな兄と可愛い姪っ子のおかげで、私は寂しさも次第に薄れ、だいぶ落ち着いてきた。それまで私は両親の死と姉の死を一度に知らされたことで、あまりのショックにその事実を受け止めるだけでもいっぱいいっぱいだったので、兄から姉の死について詳しく聞く心の余裕がなかったし、兄もそんな私の気持ちを察してくれていたのか、自分からあえて言うことはなかった。ある日の夕食後、ミカちゃんが寝た後、私は思い切って兄に姉のことを聞くことにした。お兄さん、今少しだけ話してもいいかな。やっと一息ついた兄は缶ビールを飲みながらまったりくつろいでいるところだった。さやちゃん、どうした？珍しく私が起きてきたので、兄は少し驚いたように言った。うん。お姉ちゃんのこと聞いてもいいかな。そうだね。まだちゃんと綾のこと話してなかったね。兄は私に向かって座り直し、何でも聞いてと言った。お姉ちゃんって何の病気で亡くなったの？実家にいた頃のお姉ちゃん、健康が取り柄だって言っていつも元気だったから信じられなくて。綾はね、僕と出会って半年経った頃に体調不良が続いて検査したんだ。そしたらそこで綾が妊娠してることが分かってね、嬉しかったな。なのに同時に綾の乳がんも見つかってしまったんだ。綾の進行状況だと妊娠と治療を両立するのは難しいって先生に言われてね。僕はすぐに綾の命を優先したいって言ったんだけど、綾は違ったんだ。治療は出産後からするから、どうしても産みたいって。姉はどうしても赤ちゃんを諦めることができず、お兄さんも最終的に姉の決意に説得される形でその選択を応援しサポートすることにしたそうだ。私は知らなかったのだが、その時姉たちは両親に結婚、妊娠、そして乳がんのことを報告しに行ったのだそうだ。それはもうすごい剣幕でね、大反対されたよ、ご両親には。綾の命を優先しないなんてひどい男だってね。それでも姉の決意は固く、心配する両親の気持ちと心が噛み合うこともなく、長年の確執をさらに広げただけだった。それっきり姉は両親と関係を絶ったそうだ。お姉ちゃん、なんで私に教えてくれなかったんだろう。私いつもお姉ちゃんに世話になってばかりだった。お姉ちゃんが困ってる時くらい力になりたかったのに。
私は自分だけが何も知らずに生きてきたことが悔しく、家族なのに仲間外れにされた。そんな気がしてお兄さんに大きな声で叫んでしまった。お兄さんは少しだけ驚いた様子だったが、わかるよ、さやちゃんの気持ち。あやはいつも自分で全部抱え込んじゃうんだよな。でもね、それはあやが本当にさやちゃんのことを大事に思っていたからなんだ。自分が弱っていく姿を見せたくなかったんだよ。最後までさやちゃんの中では元気なお姉さんのままでいたかったんだと思うよ。私は姉が家を出て行ってから肌身離さずつけているネックレスを握りしめた。さやちゃん覚えてるかな？よく僕にあやが話してくれたさやちゃんとあやの未来の家族のお話のこと。私は思いがけない兄の質問に少し考えてみてハッとした。小さい頃の私は幼児教室から帰ると宿題をしなければならなくて、なかなかお友達と遊ぶこともできず、姉に遊んでもらうことが多かったのだが、その中で私が大好きだったのが姉との空想遊びだった。もし何々だったらという姉が出すテーマに私が答えるというものだが、まだ幼かった私の回答がとても面白かったようで、姉はいつも笑いながら私の話を聞いてくれた。今鮮明に思い出したのは、私にもし妹ができたらという姉とのやりとりだった。さや、優しいお姉ちゃんになって妹にたくさんおもちゃ買ってあげるの。妹の名前もさやが決めるんだ。かわいいお名前にするんだ。そうだね、さやならきっと優しいお姉ちゃんになれそう。じゃあ妹にはなんて名前つけてあげようか。どうしようかな。そうだ、ミカちゃんがいい。さやが幼稚園で一番好きな先生のお名前なの。ミカ先生って言うんだよ。可愛くて優しいんだよ。姉はとても優しい顔をして私の顔を覗き込み、いいね、可愛い名前。そう言って頭を撫でてくれた。じゃあミカちゃんってもしかして。私が小さくつぶやくと、お兄さんは優しくうなずいて、そうだよ、さやちゃんが昔自分の妹につけたいって言っていた名前なんだよ。あやはさやちゃんと自分の娘は姉妹のように仲良くしてほしいってそう言って決めたんだよ。僕もいい名前だと思ってる。さやちゃんが名付け親だよ。姉は私との思い出をずっと大切に覚えていてくれた。そう思うと私は姉に会いたくてまた涙が流れてきた。あやはきっと自分が亡くなってさやちゃんが一人ぼっちにならないようにしたかったんだと思うよ。僕は頼りないお兄さんだし、ミカはまだ手がかかるけど、さやちゃん、これからも一緒に暮らしてくれるかな。私は大きくうなずいて涙を拭いた。その日から私はミカちゃんの姉として恥ずかしくないように頑張って料理も勉強し、今ではミカちゃんが幼稚園で自慢できるようなキャラ弁もお手の物になった。お姉ちゃん、これがいいの。この髪型にしたいな。よし、お姉ちゃんに任せて。毎朝、ミカちゃんの髪を可愛く結うことが私の楽しみの一つになった。